やっていこうか、バイオハザード。前回ね、地下に侵入をいたしましてですね、特に見どころもなく倒れているクソまみれのエイダをね、窓の外からね、見てね、あいつと今からキスするのか、ちょっとやだなっていうレオンの気持ちをね、考えてね、まあそんな感じですよ。どうでもいい話だな。はい、でね、ここからちょっとね、まあまあ修羅場っちゅうか、なんか結構ね、難しい感じになってくるんですよね。何かっていうと、G がいっぱい出てくるんですよ。G、そう、ゴキブリ。名前を言っていけばいい。名前を言ってはいけない、あの人ってやつですね。G。まあそんなことはどうでもよろしくって。ガチャ。出てくる。こいつは面白いんだよな。てか、何が起きたんだ。シンプルに思ったけどさ、G の、その G ウイルスってなんかとんでもない生殖能力っていうか、生殖能力を持ってたりとか、なんか生殖したがるみたいなね、もうだから 性欲旺盛なおっちゃんみたいな感じになるらしいんだけど、それをさ、ウィリアムさ、娘にさ、ダメなんだ。いや、クランプもったいないもんな。これ急いで、毒食らってるけど、あ、よかった。持っててよかった、クモン式だ。そうそう。だから娘にさ、その種をさ、植え付けてさ、嫁さんに種植え付けなかったってことはさ、もうあれだよね、本当。ねえ。謹慎、ってやつですよね。特に、まあ、見逃すところでね。危ない。あれ、そうなあってことだよ。で、ってことは、だから娘に愛情ムンムンで、まあ、愛情ムンムンってか、性欲ムンムンなんだよな。性欲ムンムンで、で、嫁さんには愛想つかしてるって感じになられて、まあ確かにな、嫁さんに愛想つかせない、あだめだめだもんね。髪の毛汚らしいしさ。どっちかっていうと、ね、ダークサイドクロニクルズとかそこら辺に出てくるアネットとかだったら、ね、まあ、ワンチャンなくもなくもない。結構ヒステリックな女だよな。まあ頭はいいんだろうけどさ、研究者、科学者だしさ、なんだけど、なんか自分の思い通りにならないって、キーって言って、娘にあんな態度取るって、もうね、ほんと、クレイジーだからね。あいつがいろいろと、あ、そっか、落としてないか。始末しとく。安全にね、安全に行きたいんだね。安全な口に行きたいわ、私もよ。はい、おはよう。オッケー。で、ここは、まだ無理か、キングだもんね。初めてここやったときさ、すっごい悩んだもんね。あれって。ここら辺相手も特にないね。よし、じゃあキング取っちゃいましょう。なんかキングよりもなんかクイーンの方がさ、豪華絢爛中かな。そんな感じするんだよね。チェスは難しいよ。将棋と違ってね、取った駒を奴隷にするとかできないから。色がバラバラだからさ、白を取ったのにさ、白を置いたらさ、なんか味方にされてるみたいな感じ。あれ、ちょっと取れてないと。よし、じゃあこれをカチャコンしといて、で、開けたはいいけど、あ、違うの、ここは別に開けなくてよかった。なんだ。あ、違う。さあ、皆さん、僕のバカさ加減が露呈されてしまうかもしれない。まあ、そんなことはいいとして。ここでクイーンをハメハメして、クイーンをハメハメってあれだね。まあ、キングをハメハメはおかしいからな。まあ、そういう世界ですか、なんだかな。ダメだ。もう最近そういうことばっかり言ってくから、頭の中ピンクだらけだな。じゃあこれで帰って、あ、ちょっと待って。なんかね、パソコンって難しいね。急にカメラワークが。あれなんですよ、マウスをこう動かすとカメラが自動でこうね、右行ったり左行ったり、だから結構固定しながら進めていかないとまっすぐ走るのが難しいっていうね。もう右向きっていうのもこれマスクを今、あ、マスクじゃねえ。マウスを
チラ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 動かしてるっていうことですね。さて、これ今毒を食らわない状態ですが、出てくるかな。あやっぱ捕まるよね、そうだよね。これ今でも毒、こいつの状態で今毒を食らっても多分毒にならないはずだから、ダメだね。道開け、あ、じゃあ後ろから、後ろから小さいだよな、あの頭のあれ、なんかあれだよね、外人のあれみたいだよねあれだよね、あれ外国人に乗ってなんかめちゃくちゃ大きいらしいんですけど、でも硬さはやっぱ日本人が一番らしいね。あれ、おい、ちょ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 、抜けでした。 OK、 よし、じゃあこれでクイーンと、キング手に入れたから、あとはルークだけだね。あ、そっか、エイダのこと臭いって言ったけどさ、レオンも相当臭いよねこれね。てかこのエリアってどうやって出来上がったんだろうな、謎だな。じゃあこれはこのまま戻、どうしようかな、アイテム的に。あー、びっくりした、そうやジャイアンがおったごめん、ちょっとアイテム整理のために一旦戻ります。ルーク取りに行かなきゃいけないからね。これどうなんだろうな、例えばさ、あんまもう、ね、実況でしかこれゲームやる気がないからいいんだけどさ、じゃあアンブレラコアじゃねえ、アンブレラコアじゃねえ、ハードコア、アンブレラコアはもう黒歴史、歴史だからね、ハードコアやりますって、で2時間半以内にクリアしなきゃいけませんとかってなってくるときにさ、クリアするかっていう話なんだよな。さーって謎解きたいみたいな、まあベラベラ喋りながらね、なんかそれっぽいの、あとルークハメハメしたらすぐにクリアできるっていう状態にしときたいと思うんだけど、果たしてうまくいくかね本当に。そんなことはどうでもいいか、まあダメだったらダメだったら気づくからね、うん、何が何と一緒っていうのとかね、あんまちょっと今頭の中整理されてないからね、ちょっとね今これ夜中にやってるから頭がぼーっとしてんだよねっていう言い訳をしといて、あ、そっか、じゃブルーホース夜中にやってっからこう、あの全然違うことしてんだね、まあわかるわかるっていう風にね、思ってね、思ってくださいよ、お分かり。ルークはライトと同じ、ルークはライトと同じ、でルークとクイーンは向かい合ったってことだから、じゃあ行きましょう。ちょっとアイテムも置いていったんで、違う、こっちじゃない、なんかどうしてもあっちに吸い寄せられるんだよな、あこでどんだけ体伸ばしても登れないのにね。じゃあこっからなんだっけ、ルークを回収しに行こうと思うんですが、次に警察署戻るか、警察署戻って、あれだね、ニューヒロインの写真でも見に行くか。じゃあここから出てくるよー、あ、待って、あ、どうした、あー、ちょ、やばい、ごめんよねー、どこの虫の奥だったろう、はい、口があってさらに出てくる、オロチマルかよ、草薙の剣ニュルニュルニュル出してるんですけど、蛇の中に蛇みたいな、じゃあちょっとちょっと動きたい、ほんとに、あ、違う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 、やばいやばい、ちょっと一瞬よそ見しちゃって、一瞬よそ見しちゃって、あっぶな、あいつに絡まれたら何されるか分かんないからね。はい、じゃあコロクセンワインオープン、キュイキュイ、から戻ってったらどこだろう、あんまりね、もうマップぶっちゃけ覚えてないんだよな。あ、しょったま、あ、やばい、あとアイテム3つか、足るかな、夜中に一人でポツポツやって、すげえお腹減ってきた。この間さ、1ヶ月くらい前にアマゾンのセールやってたじゃないですか、タイムセール、そこで初めてね、あのあれなんですよ、あの梅干し1キロっていうのを購入したんだけど、あ、まあいや、もう爽快だね、来た時にびっくりしたもんね、容量がさ 1.6 キロ、1.2 キロって書いてあって、まあ、その入れてる箱とか袋の重さも含めてのあれになるんだけど、こんなごっついボリュームで来るんだ、いつもあの100円ショップダイソーで買うときが何本だったっけ、100円、それ100円だ100円なんだけど、 65g だからね、単純計算 1.3 倍 ?4 倍とかそんなんだよね。
よし、じゃあここ入って、カチャ。なんかナイトの鍵だったね、あれね。お、いいね。アイテムも増えてくるから、ボスを倒していくにはもうマグナムえやっとあれなんかいる若干オカマ臭くないこいつなる確かにこの臭いのはい休み手の上げ方よはい超気持ちいいこっち行っても敵は特にいないねドキドキなんかねいなかったやつがね戻ってきたことによって出現してるとかっていうケースがあるから、その時とかってビビるよね。なんか仁王立ちしてたりとかするもんね。え、なんでいるのみたいな。OK。で、ハンタマ。で、ジャズフェスティバル SZ。じゃあ戻りましょう。でここで戻ると、で、ね、ケース中に戻れますわ。ないよ、さすがにね。もういたらビビり散らかすんだけど。大丈夫。うわぁ、大、あれ。はい、これ以上回収してて大丈夫。今、全部埋まったよね。あ、火炎放射器置いてく。使わねえ。火炎放射器持ってきてるけど。うわぁ、当たれたなただいま。僕はあの、ハンクのところだったらめちゃめちゃゾンビいるもんね。これ使って捨てれるようになるから、すね、オッケーえちょ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 セルセルセルでその空いたスペースであこれもセルなんだオッケーよしじゃあ行きましょうとりあえず戻ったらここで終了ってところかなどこまでやっかなあでもまだ時間12分くらいか20分くらいまでプレイするかちょっと気持ちの持ち次第あとね黒豆ちゃんをどうデビューかに夜黒豆だっけ黒豆よくわかんない戻れないよね戻れないよねよしじゃあここくるくる待って地下で使えるものここでも応用すんっちゅう話だよだってあれ警察署とさ地下って結構同じものでできてるっていう話でしょおはようございます寝かしつけてあげてたの、ね、近づいたらでも特に取り忘れてるアイテムがあるっぽい感じではないんだよね、まあでも写真があるから写真を撮ってあげないといけないし撮ってあげないといけないというかあれ図書室なんかまだ赤いおい3階は全部撮って4階あ時計台になるかしかも遠くあなんかあるねでもちょっと犬小屋まであそこ戻る気がないんでもういっかなよしあちょっと警部を気づくの遅いっすあ遅いとか早いっすそんなマビクソって言う前に撃ち始めちゃって強っOK、必ず止めてみせる必ず止めてみせる約束しますスシュ止めてみせるな止めてみせるかっこ物理まあ物理か止めるって言ったらここっていないよねあれもしかして追加いたあいたわ普通にいたわちょっと待ってやばいここちょ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 っと待って下手に痛っ今回が追加されてたら追加って言ってよおかわりしたのにはやっちまったお腹めっちゃなってるし隠しましょう次回パートこの2カ所行こうかいやーやっちまった行ってーもったいねーちょっとアイテム整理して、アイテム回収するためのアイテム整理をして、本パートね、終了とさせていただきたいと思います。まあね、次回で、アイテム回収終わって、まあ、どのくらいちょっとのペースで進められるかわからないんですけど、G2 倒すところまでちょっとやっとこうかな。うん。
そのくらいまでは言っとかないとね。でも回収して G2 するくらいだからすごい一瞬かな。ということで、回収に必要なアイテムラインナップにしておいて、一旦本パートは終了とできればいいかなというふうに思います。ということでね、本日のパネ動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタン、and good ボタン押していただけると嬉しいので、応援よろしくお願いします。では、また次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。